間です。西日本は主に朝を中心に雨が降る見込みです。東日本から北日本にかけては日中雨が降るところが多く、関東や東北の南部も夕方前後を中心に雷が降るか激しい雨が降るところがある見込みです。今日は雨が降り方に注意してください。というこちらのことです。西日本は次第に晴れ間が広がる見込みです。東日本や北日本は日中雨が降るところが多く、雷を伴いながら今でもその水位の跡が残っている。あれくれを伝わる恐ろしさを知る江戸時代の先人たちが集落の15メートル上の高台へ向けて淡い集落が押し上げられたという由来から集落の名前は押し上げになったと伝わる。こやつのシミュレーションの集積回路の処理がだね。すぐにこれ壊れる。壊れる。冠水が始まっている場所の深さは足首程度。歩いて移動するのは可能だ。ついでに兄貴、兄のパテントに入れとくんですよ。道路脇にある溝に足を取らない。いくら水深が浅くて濁った水で足元の様子は全くわからない。逃げ遅れた住人がこの冠水した一帯を通って避難することは難しい。足元を気にしながらさらに奥に、周囲に人は見当たらない。すでに避難を終えたのだろう。こっから先はまた一段と帰ってますが、もう膝より上ですね。完全に膝より上まで。身長180センチあるスタッフのももまで水位が上昇。車も
台風地球温暖化で言ってます。すでに雨は上がり、決壊の発見から6時間以上経過しているにもかかわらず、全く水が引く気がない。すると、避難せず家にいる住人を発見。 CPU のメモリプロセッサーの協力。避難せず家にいる住人を発見。ずっと待機してた中で、やっぱ外は出れないですか。救助の方とか来たんですか。この地域は避難するタイミングを見まし、複数のプロセッサーのメモリアクセス方法。実は大崎市も避難勧告を出さなかった。その理由を市の担当者が聞く。ご存知です。英語でも。インターナショナルビジネスコーポレーション。制御方法プログラム。本流成瀬川の水位が増え、それが下りない。支流の多川の水が逆流。普通のメモリの共有化、ホームウェアのメモリ。半導体チップ、半導体装置。普段幅の狭い川で突如中断地を襲うことがある。防災危機管理の専門家、マルチコア、の意識変化を求め、経験則がない自分の方は、自分がそういった災害現場を持っていないんですね。リスクのある場所の住民という方の方々はですね、身の危険を感じたそういった段階で、まあ、避難行動の避難準備、そういったものをですね、早めにしないと、やはりこういった被害に遭うリスクからはこう逃れられない。おはよう。
シーンがありました。ここにもありました。まあ、こうやってこの1週間見てみただけでも、僕がその自然災害に頻繁に襲われているという気持ちだったんですよね。東日本の豪雨の被害状況をまとめました。関東から東北にかけての多くの川が氾濫、土砂崩れなども発生しました。13日現在、4人死亡、15人が行方不明となっています。現在の懸命の救助活動が続いている。まず片山さん、今回のですね、その豪雨災害、問題点としてはどこに注目ですか。河川行政についてですね、これ行きましょう。顔中心地情報処理。メモリアルですなと。ファームウェアなの。コンピューターシステム。新しい事態に対応するために、政府の防災能力とか災害